左岸の岩を登っております。で、縁の中央から上を釣ることになります。今日は当たり少なかったですね、ここの縁ね。この前来た時は多かったんですけど、こんな感じですね。まあ朝4であの辺だからね、なかなか釣りづらいです。さあ気をつけて登らないといけませんね。落ち葉には要注意ですね。よいしょ、こんな感じですね。あそこより上なんで、なかなか仕掛けが届かない。よし、だんだん高度感がありますね。こんな感じですね。あそこから上がいいんだね。この辺がね、届かない。よし、こっち行きます。あ、こっちだ。あまりそっち行くと場所を荒らしちゃう。よいしょ、よいしょ、あそこから降りてこれます。よいしょ、こんな感じの縁ですね。まずあっちの方から釣りますね。その前に慎重に降りないといけません。まあこんな感じです。はい。下流ですね。上流、ああ、上流釣り人いるわね。もう今日はここで。釣られたんですかね、ここでね。どうでしょうか。よいしょ。こういう場合はですね、後ろ向きに置いていかないと危ないです。こんな感じですね。両手は必ず石につけてですね、滑っても大丈夫なように。上りはいいんですけど、下りがね、なかなか難しい。最後まで安心しないで。最後に行っちゃいますからね。安心すると、一番最後で怪我します。よし、ようやく最後ですね。よし、よし、よし。まあ初級者のレベルですね、ここはできるっていうことはね。まあ、でも注意してやらないといけませんね。まあ、ここから釣りましょうか。